どうもさあ、久しぶり。ちょっと数日放送空いちゃったんだけども、ドラクエね、8回目。前回は竜王の城の中に入って、まあ、どこだっけかなっていうね、竜王の、というように行くためのルートね、道順。で、多分ロトの、剣か、ロトの盾が確か竜王の城、昔あった経験、記憶だとあると思うんで、それを探しつつ行きたいんだけど、まあ、ドラゴンもね、レベル3かな。ね、レベル3のドラゴンまで出てくるからね、だいぶきついんだけど、とりあえず今日の目標は、ロトの剣なり、ロトの剣なり、盾、どっちかだったと思うんだけど、あると思うんで、それを取って、まあ、レベルアップだなとな。今日ね、頑張っていきたいと思います。まあ、そろそろね、ドラクエも、クリアしたいぞ。さあ、ということで、やっていきましょう。ちゃんと映ってるかな？ OK だね。さて、で、またニコ生の方もね、ちょっとカクカクすると思うんで、一回、こっちの機材再起動します。パソコン重いな、今日。さあ、これでいいでしょう。行きましょう、今日もね。頑張っていこう。で、コンティニューね。で、メッセージのスピードは、はい、ファストでいきます。いつも通りね。で、復活の呪文。前回の最後の。これかな？出たかな？これね。まあ、前回は、竜王の城に一回、突撃してみたんだけど、結局やられちゃって、その竜王の城に行く直前の復活の呪文ね、一応、保存しといたやつね。さて、ムツケグド、ムツケグド、ムツケグド、グテゲルヨヨム、グテゲルヨヨム、グテ、ゲル、ヨヨ、ム、ラウヘガヒ、ラウ、ヘ、ガ、ヒ、ウギス。ウギスね。よし、これで、また間違ってないでしょ。一応ね、消して。出たかな？もうちょっとタイムラグあるんで大丈夫かな？ OK だね。ウギスね。ウギス。さて、久しぶり。ラルス16世ね。王代をよくぞ戻ってきてくれたわしはとても嬉しいぞと。さ、はるか昔にね。勇者の一人ロトが倒して光の玉をね預けたラルス一世の末裔ね、ラルス16世。さあ次のレベルになるには2189ポイントの経験が必要じゃと。レベルが上がった時はわしに会いに来るようになと。ではまた会おう勇者だよと。で前助けたローラ姫ね、2回ぐらい前だっけか放送ね、ローラ姫サクッとドラゴンが寝てくれて、ずっとね、ドラゴンさん爆睡してくれたんで、快眠だったね、ドラゴンさん。ドラゴンとゴーストは快眠だった。さて、もう、とりあえず、また今日も突撃して、今、一応変えるものは最強で、鎧もロトの鎧だから多分最強だと思うんだよね。で、武器と剣と盾も変えるやつで最強なんで、
まあ、ロトの剣なんかな、多分盾はなかった、どっちも2つあったってのはないと思うんだよね。竜王の城にどっちかなんかロトの関係のねアイテムがあったなと思ったんで、1個はね多分ロトの剣かな。この感じで盾は三鏡の盾が最強なんかな。まあ前回竜王の城行って今どっかで行き止まりの道とかもチェックしたから、前回の放送でね、なんで今日はサクッと鍵ロッカーでそうだけどサクッと行きましょう。でもロトの鎧装備してるから毒の根待ちは毒をダメージを受けませんと。いけんのかな、前回も結構いいとこまで行ったけど、とりあえず今日はロトの剣を取って、そっからレベル上げね、多分うまくいけばね、なんとか剣取りたいな。もうだいぶねゲームも終わりに差し迫ってる。もう竜王の城まで来たからね。いや10年以上ぶりにクリアできるかな。レミラね、明かりはレミラ、レミラの方が松明よりも明るいところが広いと、明るくなるエリアがね広いと。もうこの辺の弱い敵はもう無視していきましょう。 MP 消費しちゃうんでね。さあゴーストも逃げてきます。さてまあ、メイジドラキーも逃げていまーす。リカントも、今となってはもう弱い敵なんでね。まあ、さすがに、レベル15で竜王を倒すっていうのは相当、運もないと厳しいと思うんだけど、もうちょっとね、レベル、4つぐらい上げなきゃいけないのかなとな、雰囲気。最低19ぐらいまで上げないと、厳しそう、雰囲気が。もう道中でやられてるからね、相当。さあ、魔物たちが、もう、すごい勢いで襲いかかってくる。で、虹の雫ね、もう何回も、虹の架け橋、かけてるけど、今日もかけてく。天に数してく。さて、この辺は資料とかね、骸骨程度だから、いいんだけどね、やっぱり。まあ、明治キムラぐらいなんで、ね、出てもね。まあそんなに、まあ明治キムラならまだなんとか、キラリカントもね、まあ、まだ今となってはまだ、まあ、多少頑張れば倒せるからね、この辺は。いいんですけど、まあ、ドラゴンとかあの辺の、地下3階か、この竜王の城のね。さて、行きますよ。で、この左右の階段は、行き止まりだったんだよね。何もなかったんだよね。悪魔の騎士も、まあ強いけど、まあそんなに、めちゃくちゃではない。手前のね、二つの階段は全部行き止まりだったんで、前回チェック済みなんでね。で、大魔導も、まあ、逃げましょうと、逃げられない。ベギラマ。逃げれるか？ダメ。OK。一回ホイミしとくかな、一回ぐらい。え、ホイミ覚えないな、全然。わ、10しか回復しないか。歩くと回復するからね。これ何の子、三鏡の盾の効果なの？前魔法の鎧の効果だと思ったけど、何の効果かなこれ。HP、なんか急に、歩くと HP 回復するようになってたな。魔法の鎧取ったぐらいから。謎でもいいや。まあ、ホイミね、節約できるんで。ここね、竜王の、座ってるところの後ろね、前回も行きました。自分の足元を調べた。なんと階段を見つけた。で、階段は階段で降ります。で、レミーラね。まあ、まだ地下1階だから。最新作ですか？最新作だね。そうだね。34年ぐらいもの。サドラゴンね。今日クリアできるかな。でもな、今日はさすがに厳しいだろうな。まあ、久しぶりにね、ドラクエやってますよ。
10年以上ぶりにね。今はね、ドラクエ何本まであるんだろう。前もなんか話した気がするけど、12ぐらいまであるのかな。13?FF とドラクエもいっぱいシリーズがあるから、まあ逃げられない。やめて。逃がしてください。11まで?まあダメだ。11なんだ。意外に、ね、もっと15ぐらいまで出そうなイメージだけど。ダメか、悪魔の騎士にやられちゃうか。ちょっと逃げられなかったら3回ぐらい逃げられないときついね。今日の目標はね、ロトの剣、取りに行く。なんとかロトの剣取って帰ってくる。そっからあとレベルアップね、今日ね。もう、全部、今取れるものは全部取ってるから。さて、ガンガン行くよ。もう数をね、何回も行って、運よく、取れるのを、狙っていきましょう。そっか、11か。11だとスイッチなのかな。なんか今いろんなハードで出る、いろんな本体で出るもんね。全然最近の新しめの本体持ってないからわかんないけど、ハードね。何出てんだ?スイッチとパソコンとかでも出てんのかな?いろいろ出てね。迷っちゃうよね。それ、行くぞ。もう一回。まあ、やられても HP ね、1になんないからいいよね。HP マックスの状態で再開させてくれるから。まあ、お金は半分にされちゃうけど。それ、もう一回行く。と、レミラ。明るくしてく。今日大丈夫かな?今日土曜日なんで映像とか止まったりとか。なんかしないかな。ちょっと最近いろいろね、放送関係の設定をいじってるから、なるべく安定するようにね。逆に、いつもよりカクつきが多くなっちゃったりするかもしれないんだけど。大丈夫だといいな。さて、行きますよー。どんどん逃げてく。この辺すごい敵来るね。連続で。鎧の騎士ね、悪魔の騎士の1個レベルした。サメージキメラはキメラのレベル1個上。でもこの竜王の城ってスターキメラ出てこないと思ったら出てきた。キメラのレベル3ね。キメラレベル3的な感じだ。スターキメラ出てこないだったら出てきたね。まともに戦ってたらまだレベル15だから厳しいだろうな。明治キメラぐらいはいけるけど、スターキメラはちょっときつそうだな。頑張って一体倒せるぐらいだな。さて、行けよ。この真ん中のところは鍵ないから、鍵使わなくていいからいいよね。鍵はやられても復活しないもんね。使っちゃった分ね。そっかそっか、電源切ってないから先制されるスターキベラ。22。逃げる。逃がして。炎入ってくる14。逃がして、OK。一回、ホイミします。なんか最近あれだな。HP の、ホイミの回復が弱いね。最大17ぐらいまで行くんだけど、ウィンと。一回で。16回復。まあ、一回こんなもんで。さて、階段。さっき開けといたやつね。行きましょう。で、レミラ。さっきここで早々にやられたからな。
ドラゴン。ドラゴン先制される。ファイヤー。逃げる。逃げられない。なんか逃げられないね、最近ね。ダメだ、2回目もダメ。お願いします。逃がしてください。逃げられない、3回目ダメ。まあでもまあドラゴンだったら。4回目で逃げられた。さあ、これは相当ホエミ使うぞ。2回ぐらいにしとくか。15。もう1回。12しか回復しない。まあいいや、あと MP 持ったないから薬草使おう。薬草の回復する。23回復した。まあ、いいでしょう。まあまあ、HP も回復できた。キラリカントは大したことない。OK。前どこまで行ったんだっけ？この1個下まで行ったよな、確か。前回ね、最後。敵が違う気がする。こんな敵でもう、1レベルぐらい強い敵だった気がするな。1レベルか2レベルね。逃がしてください。一回ホームするか、一発。12。うん、ちょっと今日回復悪いな。階段。悪魔の騎士。逃げる。OK。やっぱもう一個ホームしとこう。中しか回復しないか。まあいいや。前これ今地下2階でしょ？ストーンマン戦される。やめてー。お願いします。OK。薬草使おう。これほぼマックス HP。HS、ダメです。なんとか。地下3階ね。ここからだよね、前。この辺から、あ、待って、なんか階段ある。ここかな。なんか適当に一番近いところ。逃げてきちゃった感じだけど。逃げる。お願いします。やめて。やめて、もうやめて。ベギラはもうやめて。逃がしてください。ダメ。やめてください。お願いします。一回薬草を使います。25。くぅ。オッケー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 。もう厳しいな。まあ、薬草は安いからな。薬草使っちゃおう。25。あと、ホイミ。いいね、17。いいね、17回復した。ほぼ HP 満タン。なの？は？は？あれ？回ってきただけか、ここ。やってくれるぜ。でも、左下ってのが分かったね、今ので。レミーラ。一番左下は戻っちゃうから、ここなんだ。階段。この辺から、しかも先制されるって最低な。よしよしよし。ダメージそんな。お願いします。逃がしてください。OK。やだ、なんかいっぱいある。もうやだ、2回逃げたい。まだ下行く。ぷわー、なんかすごい色してるよ、こいつ。この子すごい、ここか？ここじゃなくないか？これ、リオの兄ちゃんじゃない？なんか雰囲気。しかもエンカウントが。やめて、絶対この先制されるようなもんだよ、これ。オッケー、でも逃げてる。やめて。うえー。歩いた。これ、竜の方じゃないこれ。オッケー、オッケー、ハラハラする。あ、ここ来ちゃった。まあ、いっか。私、ここも敵出てるね。まあね、うちは取れるなら。ここでもここじゃなかった気がするんだよな。ロトのアイテムは調べる。宝箱があるっちゃった。取るだ。
鍵を見つけた。取る。654ゴールド。宝箱はもう一回やり直すと復活するからね。電源切ってやり直せば。薬草。ストーンマン。いいぞ。先制してこない。おい、切った。おい。キメラ。キメラか。キメラか。呪いのベルト。しかし何かしてないと。はい。呪いのベルト。微妙。キメラ一個いらないか。多分、呪われちゃうだろうけど、呪いのベルトだから取る。約束か。さあ、ダースドラゴン来たよ。この辺が、逃がして、逃げられない。ラリホ、あ、やめて、やめて。起きて、すぐ起きてよ。すぐ起きてよ。すぐ起きてよ。起きてー。起きてー。起きてー。お願いします。もう無理、もう無理、もう無理。もう無理よ。まあ、ポー。こっち来ちゃダメなんだな。なんかあの、ぐるっと外回りするとこでも確かに竜王のとこだったよな。そんな感じしたわ。なんか記憶が思い出してきた。まあいいや、鍵使った分、鍵回収できたからとりあえずいいか。あそこじゃないな。なんかちょっとわかんなくなってきた。とりあえず敵に合わないように、さっさと逃げちゃった。あんま考えずに。薬草買っていくか、三つね。いや、今のレベルで頑張るぞ。とりあえず。ロートの剣取るまでは頑張る。最寄りのね、竜王の城最寄りのリムルダールは、アイテム屋さんないから、ここか、ここが一番最寄りになっちゃうか。まあ、マイラの村があるけど、ちょっと遠いからな。こっちの方が早そう。さあ、ここは道具屋です。どんな声でしょうかと、買いに来たと。約そう。でも初めて遠目に竜王にお目にかかったね。放送始まって初めてね。よし、薬草全部満タンかな、6個で。オッケー。呪いのベルト売ってもいい気がするんだけど、これいくら出るんだ。いっか。多分そんな高くないな。買うもんないし、いや。さて、行きます。今結構行けたな。結構ストーンマン結構1回で逃げれたからね。今良かったけどな。まさか竜王の方に行っちゃった。どこだっけな、何が違ったんだ。案外、上に行く階段と下に行く階段ね、あるから、結構今何階なんだっていうのが、ちゃんと見てないとね、地下何階かって、わかんないもんな。まあ、地下に行けば行くほど、下に行けば行くほど、敵強くなるもんね。3回目のチャレンジ。でも今日は何回やられてもいいけど。今日頑張るよ。さて。レミラ使わなくていいか。レミラ3使うからね、MP。どうせリオの城で使うから、ここはレミラ使わなくてもいけるんで。ここは簡単だからね、結構。下の突き当たりまで行って、あとちょこちょこ右下に行って、そっから左端まで行けばね、出れるからね。さて、お願いします。3回目。ちゃんと動いてるかな。大丈夫そうだね。さあ、骸骨は逃げます。無駄な戦いはしないでいく。リカントも逃げる。お、逃げらんないか。まあ、7ポイントぐらいやったら歩いて回復できるんでね。この橋の近くは敵いっぱい出てくるね。
サキラレカントも逃げます。夜の騎士先生。攻撃力強いけど、夜の騎士はさすがに、8ぐらいしか食らなくなったか。マホトン。OK。しかも、マホトン来なかった。OK。うわぁ、逃げられない。またマホトンかけてくる。効かない。ロトの鎧ってマホトン、ブロックする効果あるわけじゃないよね。たまたま今、2回、マホトンされたけど効かなかったんだよね。マホトーンブロックしたら結構強いだろうな。逃げられない。逃げられない。ラリホ。まあ寝ても一旦で起きて。起きて、オッケー。まだ、ワンチャン歩いてこの辺だったら歩いて回復できそう。86までね、HP。スターキメラ。OK。大魔導。サクッと逃げない。OK。意外にベギラマ結構効くからな。もう回復したね、HP は。さて、そうすると、とりあえず左下なの分かった。これで、地下1階ね、次ね。地下1階。で、ネミラ。最初は、一本道だからいいんだけどね、スターキメラ。スターキメラが、しつこく、追ってくる。逃げられない、今度は。OK。一回本意味しとくか。中しか回復しない。お、キラリカント、いいね。キラリカントは、逃げられなくてもそんなに強くない。スターキメラ、今回スターキメラ多いな。逃げられない。逃がしてくださいと。ちょっと歩いてみよう。お？なんか画面が揺れてる。大丈夫？だけかな。放送の方は大丈夫だね。ちょっと画面揺れてる。ちょっと待って。画面が揺れてる。どうしたの？なんかちょっと、こっちのテレビが調子悪いな。放送の方は問題なさそうだね。まあ、いっか。さて、行きますよ。これ地下2階でしょ？で、ここも一本道だよね。キーストラゴン来た。お願いします。逃がしてください。OK。大魔導。逃がしてください。OK。うわぁ、切り切れてる。キーストラゴン。逃がしてください。逃げられない。炎来る。14。炎の方があんまダメージもらわないね。OK、逃げた。解放見するか。で、地下3階か。一応レミラかけとくか。ここからだよね。ここはダメだと。で、下ないもんね。左しか。OK。逃
逃がしてください。お願いします。ダメ。OK。薬草にしよう。OK。前回。で、こっちか4回。で、布団も先逃げよかったよ。OK。でもすごい強力敵が来る。OK。下行く。ああ、さっきどこ行ったんだっけ、これで。あ、ここじゃないわ。ここ先行ったところだ。ダメない。ベゲラマか。ダメージ食らわなかった。20。OK。しかも逃げた。ゾッと、OK。17回復いいね。こっちか、さっきのとこなんだよな。ここか？ここか？ここっぽいな。ここっぽいな。ロトの剣。ん？ぽいぽいぽい。ぽいぞ。来たんじゃない？取る。ロトの剣来たー。3回目で来た。来た。これも勝手に装備されちゃうからね。オッケー。どんぐらい強くなったかな？もう攻撃力でもだいぶ強くなったな。108まで一気に上がった。そしたら、階段。まあ、リオの場所分かったんで、レミーラ使うか。リオ、こっち、こっちなんだの？こっち。行き止まり？まあ、こっちもなんかありそうでも。やめてください。これ強いやつや。一番。お願いします。オッケー。だいまだまだ可愛いもんだ。え？ここなんだっけ？お願いします。ちょっと逃がしてください。オッケー。オッケー。13か。まあいいや。ここなんだっけ？無限ループ？逃がしてください。OK。いいね。階段。これ無限ループか？もう無限ループなら無限ループで。OK。すごく逃げられる。運がいい。めちゃくちゃ下まで。死神の騎士、こう強そうだな、これな。ラリホー効かなそうだから逃げよう。オッケー、一発。ここ、なんだろ、今4回ぐらい降りてるけど。無限ループか？怖いな。あ、ロトの剣取ったし、やられるまで降りてみるか。先制されねえなかなかね。わあ、ようやく逃げられないか、一回で。29。OK。逃げると、薬草使おう。ほぼ満タン。OK。もう満タン。無限ループか、ここ。そんな感じなの。めちゃくちゃもう、7回ぐらい階段降りてるんですけど。無限ループだな、これな。多分。逃げる。いや、逃げれるな。でも、めちゃくちゃ逃げれる。これ多分無限ループでしょ、これ。これ一回上がったら戻るんでしょ、これ多分。もう一回ぐらいだけ行ってみよう。これってダメだろ、戻ろう。だよね、無限ループだよね。
オッケー。じゃあもう何もないわ、あと。まあ、やられてもいい。とりあえずやられてもいい。うわ、40。逃げられないか。まあ、無理ですよね。オッケー。ラリー砲か。最後ラリー砲だったか。うん。まあ、でも、ロトの続き取ったんでいいや。もう、竜王のルートも分かったしね。いいでしょう。さ、王大王死んでしまうとは何事だ。仕方のない奴だな。お前にもう一度機会を与えよう。戦いで傷ついた時は町に戻り宿屋に泊まって傷を回復させるのだぞ。再びこのようなことが起こらぬことをわしは祈っている。お前が次のレベル。全然一回も戦ってないからね。2189ポイントの経験が必要じゃ。では、行け大王よ。さて、薬草二つだけか使っちゃったの。薬草買い足して、あ、どうすかな。薬草買い足して、ロトの剣取ったから、復活の呪文聞いて、で、レベル上げしますか、竜王のね、城で。竜王の城でしなくてもいいのか。どうしよう。メリキド周辺でレベル上げするか。とりあえずスターキメラとか明治キメラあたり倒して、少しレベル上げてから行かないとダメかな。ちょっと竜王の城でレベル上げするのはきつそう。話す東。いらっしゃいませ。ここは道具屋です。どんな御用でしょうか。物を買いに来た。どれを求めですかと薬草をね、二つ買います。と、買えません。いや、でも行けたわ。めちゃくちゃ逃げてくれた。あんだけ逃げが成功すれば、竜王まではたどり着けそうだけどな、レベル15で。倒せるか別としてね。とりあえず、復活の呪文聞いて、置きましょう、一応ね。何があるかわかんないんでね。話すきた。さ、よくぞ無事で戻ってきたと嬉しいぞと。さあ、そなたに復活の呪文を教えよう。OK。これを書き留めておくのだぞと。ではまた会おうと。さて、メルキド周辺だな、まだ。多分レベルがそんなに低すぎる。メルキドまで歩いていきましょう。で、ロトの剣どんだけ強くなったかまだ一回も敵に使ってないからね。攻撃力アップしたっぽいんで。まあ、スターキメラ、明治キメラ、ドラゴンがいっぱい出てくる。メルキド周辺がいいね。ちなみに、オオサソリに一回戦ってみるか。ロトの剣で。38は強い。まあまあ強いな。前25前後だったかな、大サソリに1回の攻撃でね。結構上がったっちゃ上がったのかな。25。骸骨に25か、低いな、これ多分。今低くて25だ。高いと47ぐらいだよね。うん。うん。とりあえず骸骨とかはいいや。まあ、スターキメラぐらいはなんとか、回数ね、たくさん倒せそうな気がするな。毎回宿屋に戻らなくても。キメラぐらいはもう一旦で倒せるからね。大体ね、大体一旦で倒せるんだけど、今は倒せなかった。2189だけか、経験値次ね。リカントマンも大して強くないんで。強いとこ行こう。足の差それあたりちょっと、練習で。27。もう1ポイントか。強くなったな。ロトの鎧つけたから。
だいぶ防御力もアップしてる。ユロ抜きでもちょっと戦ってみるか。どんなもんか。26前後なんで、まだやっぱレベル低いな。インターネット倒せなかった。でも危なげなく倒すね。危ないことがないね、ほぼね。この辺まで、あと明治キメラあたりからかな。あと資料、影の騎士、この辺からだろうな。うわ、かわされた。19か。まあ、そう。微妙っちゃ微妙。26。開始。OK。でも経験値がいまいちそんなに他のキャラと変わらない。34。いいぞ。これは2ターンで倒したら、HP50 前後だ。これは倒したでしょ。一回ホイミしとくか。16、OK。影の騎士はいいや。経験値も少なかったし。さあ、メタルサイム。久しぶり。1ポイント。まあ、めちゃくちゃ、経験値1000とかね、あるわけじゃないけど逃げちゃった。まあ、まずまず経験値あるからね、300ぐらいは。この辺からスターキムラ、明治キムラ出てくるから。キラーリカンとか、まあ、戦ってもいいし、戦わなくてもいいし。20。28。キラーリカンとも HP50 前後だよね。さて、スターキメラ、ドラゴンあたりを倒していきましょう。お、いいぞ、36。あと14ぐらいで、だいたい。よし、これ倒したな。ゲイニターンで倒した。さあ、明治キメラ、戦ってみましょう。これも HP50 ぐらいなのかな。 OK、 倒した2ターンで。あ、経験値そんな持ってないんだ。まあ、スターキメラかドラゴンだな。そしたらな、経験値貯めるのは。 HP はマックス。さあ、スターキメラ来た。お願いします。18。炎来た。炎の外に普通に攻撃されるとダメージ食らうもんな。50。うわ、回復された。これがあるもんな。25。53。え、なんだ、HP のロガン70ぐらいあんのかな。85。どのぐらいあったんだろう。なんか、でもあんま経験値多くなかったな。40ちょいだったな。微妙だな。まあ他のキラーリカントとかの方がなんか助かるな。さあ、ドラゴン来た。22。70前後だけか。毎回倒したローラ姫のとこで40ぐらいか、今暮らしたの。60。お、倒した。経験値45。いいね。まあ、スターキメラよりは持ってるよ、それはね。経験値ね。まあ、メタルサイムも待ちつつ、この辺で倒していきましょう。明治キメラとスターキメラあんまり経験値変わんないもんな。43。まだか。
明治木村が34で、経験値は変わんないもんね、敵でね。お金、落とすお金はやっぱり同じ敵でも変わるけど。明治木村34で、スター木村43だったから、そんなにめちゃくちゃ変わるかっていう。スター木村倒すの結構大変なんだけど、その大変さんに比べて経験値がそんなに。まだ明治木村の方がいいな。影の騎士は面倒だよ。回復されるしね。さて。まあ、影の騎士以外で倒していこう。スターキメラか。まあ、しょうがないな、これは。18。45。必ずベホイミすんな。さあ、ファイヤー入ってくる。うわ、またベホイミ。いや、まあ、ホトンかけた方がいいのかな。まあ、ホトン MP2 しか使わないから。聞くんだったら全然、まあ、ホトン、必ず聞くんだったら。いや、当てらんないの、これダメだ、逃げよう。こんなやったら当てらんないよ。困ったなぁ。スターキメラ、まあ、ほとんどな。ベフエミされると、相当厳しいね。メイケルで寝るか一回。キラリ貫通とか一番いいな。比較的倒しやすいけど、経験値をもらえるという。やめてくださいよ。まずいですよ、それは。経験値40もくれるからね。一回メルキドで止まるしかないな、MP ないから。もう MP 尽きるまで、ホイミで回復して、メルキド行きましょう。まあ、薬草もあるから最悪。いいでしょう。うん。まあ、出てれば回復するからね。ほんで回復すれば、まあ、なんとかいけるでしょ。OK。さて、ここのね、一番、初代登録一番高い高級なお宿に泊まっていきましょう。一泊。旅人の宿へようこそ。一晩100ゴールドですが、お泊まりになりますか？はい。実に、ラダトームの宿屋と16倍ぐらい、17倍ぐらいね、違う値段がね、相当高い。高級な。これ全部取った、買ったからね、アイテムね、防具とか。さて、まあ、ドラゴン行きましょう。33、いいね、33いいね、最初。うん。21いいね。54。あと、20ぐらいかな。27、ここ倒したでしょ。OK。これ、いいね。17回復。12回復。いっか。スターキメラは魔法トーンします。効くのかな？とりあえず効くか。一回は効く。なんだかやってみたいだな。たまに効かない時があるのか。ほぼ確実に効くのか。まあ、ほとんどあります。残念でした。OK。
まあ、10しか回復しなかった。10しか回復しなかった。13。やっぱスターキメラ魔法トーンだな。魔法トーン。もうちょっと強くなれば別だけど、基本魔法トーンだな。影の騎士が逃げます。攻撃力強いし、結構素早さも高いからね。何気に戦いにくい。の割には経験値そんなに、スターキメラとか、明治キメラほど、くれないしね。鎧の騎士倒した方がいいわ。影の騎士倒すなら。大変、ホイミもしてくるし。治療の騎士か。影の騎士の一個下ね、レベルね。まあ、たまに倒しとこう。経験値28か。かわいいもんだ。かわいいもんだ、資料の騎士。だいぶかわいくなった。前はね、ガライの墓のとこで資料の騎士よく出てたけど、結構苦戦させられたけどね。今となってはかわいいもんだね。経験値33。こっちの方がいいもんな。絶対影の騎士倒せる。こっちの方がいいわ。あんまりダメージ食らわないし。魔法トーンやってくるときあるから。一旦ね、儲けるしね、魔法トーン。結局魔法トーン。魔法こっちめったに使わないからね。さ、オッケー。スターキメラ必ず効くんかな。魔法トーン必ずやろう、一旦目。やっぱ3ターンだよな、基本でもスターキメラ。16回復。OK。まあ、いいか、あと歩いて回復しよう。明治キメラ。24。46。ラリホーぐらいはいいや、全然。全然いい。まあ、最後やられても経験値は減らないからね。おぉ、かわされた。やめて、ラリホー。これまずいな。起きてくれるかな？起きてくれるかな？オッケー。しっけい。いや、次のレベルでベホイミ覚えてくれるかな、そろそろ。そろそろホイミで回復するの大変になってきた。MP がだいぶ削られちゃう。ホイミ4使うからな、MP な。コスパが良くない。先制された。OK。まあいいや。炎ならいいです。炎は一番いい。ダメージ。一番少ないし、まこと。OK。30。うん。52。もう一回メリケドもらった。メリケドの近くはいいかな、町の。またこの辺まで降りてくるのも時間かかるな、これ。うん。キラーリカンとかで倒しとくか。これはめんどくさい。やめて、ラリホやめてよ。オッケー。11しか回復しなかった。でもいいや。ここ
で、この街の中で王女の相手聞けんのかな。残りの経験値聞こう。次のレベルまで。ローラ姫の声が聞こえる。あなたがレベルを上げるには、あと1401ポイント経験が必要ですと。今ので700ぐらいしか上がってないんだ。太陽様をローラはお慕い申しております。さあ、惚れさせちゃったからね、完全に。さあ、旅人の宿へようこそ一晩100ゴールド泊まります。まあ、この辺で地道に行くしかないんだろうな、やっぱりな。あ、もう最悪この辺でもいいや。27。51。お、51で倒した HP。今のドラゴンさんめちゃくちゃ HP 低かったな。普通75前後あるだと思うけど。で、なんでこれ、なんで話すになってんのこれ。さあ、ドラゴンさん。ドラゴンさんでいたと30体ぐらいか。35体ぐらい倒せば、レベルアップするな。ドラゴンで言ったら。ただいまろうさんって魔法トーンあんま聞きづらかったんだっけ。聞かないよね。結構大魔導も面倒だよね。ベギラも使ってくるからな。ラリホーも使ってくるし。大魔導と影の騎士は逃げた方がいいかもしれないな。OK、二ターン倒した。さあ、スターキ皆さん、魔法トン。OK。頭をゆっくり倒すだけ。33。いいね、ダメージ。ダメージ多く食らってくれた。50。ベホエミは使いません。魔法トンをしております。67。OK。まあ、先制されなければ、まあ、ほとんど、ほぼ効いてるから。怖くないな、スターキムラも。さて、結構素早さがあるね。私の素早さがなさすぎるのかな。会心、会心化される。やめて。逃げていいかな。いや、結構会心化されるな、このゲーム始まってから。渾身の一撃を化される。
さっきの後に2ターン必要だったからな、あと1ターンでターンも倒せなかったからきつかったね。あそこまで HP 減らされちゃうと。さあ、あと一旦かな。一回戻りましょう。一応魔法ともするか一回。ラリゴされると大変だから。なんとか逃げれるでしょ。 OK、 うん、うん、さあ、影の騎士は逃げます。大魔道も逃げたい。逃げられない。ドラゴン先制してきたか。これギリギリだな、多分。まずい。これまずい。逃げれるかな。逃げると。ドラゴンはほぼ HP 満タン状態じゃないときついな。まあ、これであと回復するでしょう。効率がいいような良くないような微妙なとこだな、これは。うん。まあ、うわあ、かわせ、やめて。二回目はないよ。ここでかわしたら終わるからね。オッケー。いやー、次の戦闘でまた戻んなきゃいけないかな、宿屋に。まあやっぱまだこの辺で、まあほとんどね、この辺で危ういようであれば、やっぱり竜王の城はまだ厳しい戦いになるな。かわされる。OK、 いいよ。一旦無駄になったね。まあ、ほとんどのおかげで。うわ、これ倒した。OK、ギリギリだ。ほい、見して、足りるかな。
お、17回復した。これはなんとか。多分最低でも1回宿屋に泊まって、次に宿屋に泊まり直すまで、150ぐらいは経験値最低でも貯めてるけど。微妙だな。もっと効率よく行きたいな、ここは。さあ、マホトン。スター木村マホトンね。さあ、いいね。炎いいね。炎ダメージ少ないから。オッケー。さあ、42かな。42。歩いて回復しよう。ほぼ 100% 効くな、まあ、ほとんど。これはいいね。これ助かる。いいよ、ベホイミ、いいよ。OK。ベホイミは使えない。いったかな？ OK。あとどのぐらいだろう、聞いてみよう。王女の愛で。ローラ姫の声が聞こえる。あなたがレベルを上げるには、あと930ポイント。930ポイントか。もうちょい。モロトの申し取ったから OK だね。てか、スターキミラとドラゴンとか、なんか倒しにくいのしか出てこなくなってきたな。しかも先制されたし、これ。一回かわされたらきついな、これ。先制されると、一回かわされちゃうと結構きついね、これ。ちょっとヒヤヒヤする。もうほぼ満タンまでいっちゃおう。OK。OK、キラリカント。3ターンか。3ターンか。でも結構今回は経験値200ぐらいは稼げたかな、1回で。逃げる。オッケー。うん。マホトン。オッケー。今回 HP 満タンだし、先制されてないから、まあ、問題ないでしょ。2回ぐらい外さない限り、まあ、いけるでしょ。
最長 HP でギリギリまで高めて、あと戻ります。まあ、敵に会うかもしれないから最後ね、戻っときね。HP 低いと本当に2ターンぐらいでやられちゃうから。キラリカント倒した。一回あと歩いて回復しよう。さあ、マホトン。レベル1個上がってくれればだいぶダメージも減ってくるし、だいぶ変わってくるんだけど、やっぱ15で厳しいね。これ4ターンか。ちょっとダメージが少ないぞ。だいぶ4ターンだ。相当久しぶりに4ターンかかったな。さて、久しぶりにドラゴン出てきたけど先制される。大丈夫かな。 HP 持つかな。おいと、でも30に与えた。さあ、 HP70 ぐらいあるから、だいたいね、70前後。いいね。59、あと一発だ。かわさないでね。オッケー。戦闘もう一回ぐらいかな。MP がもうつきそうだ、また。歩くか。まほど。オッケー。で、3ターンぐらいあると1回ぐらい炎を吐いてくれるからダメージね、少なくて済むんだけど。ギリギリ狙ってみるか、もう1回ぐらいやってみるか。この辺でギリギリで。出てこない敵が。なるほど。オッケー。さあ、22ポイント。いいよ、ベホイミ。ベホイミよ。ベホイミ効かないからね。よしよし。戻ろう。
さあ次かつ、この、その次ぐらいで、レベルアップするでしょう、まず。とりあえず今日の目標ね、ロトの剣取るのはもう、なんとかなったから。先制される。切られ感と。38。あ、まずいぞ。まずいぞ。これ次で倒せるか。38でしょ。左関東。20。戦うしかないか。OK。危なぁ。さあ37。微妙だな、これ。これ4ターンかかっちゃうんだよ。今日ギリギリなの。かわされたらまずいぞ、これ。あ、ギリギリ倒した。3ターンでギリギリ倒した。もう一回やっとくか。今 HP マックスの86だからね。さあ戦闘これ合わせたあと2回ぐらいかな。いいね、17回復。魔法トン。なかなかまだレベルアップしないな。そろそろなと思うんだけど。敵が全然出てこない。どうした？さあ、ドラゴン来た。いいぞ、28になかなか食らってくれた。いいね、こっちダメージ少ない。そこで50、あと20ぐらいだな。HP は。OK。じゃ、なるべく回復して、戻りましょう。多分倒せそうでも、HP 満タンなしか、赤いしねた。怪人でも一発で倒せないか。
あ、大魔道が一番経験値持ってんだ。大魔道経験値一番持ってんだ。無理して倒したらいいかな、大魔道。微妙だな、これな。とりあえず王者の愛使おう。もうそろそろじゃなかった。あと200ぐらいか。200ぐらい、249か。6体、7体ぐらいじゃ、この辺にいる的な、あとね。さて、話す、来た。さ、よくお休みでしたね、と。さあ、スターキメラはマホトン。大魔道無理で倒すか。経験値1万ドラゴンよりあるんであればちょっと無理しよう。ただ魔法トン効かないから結構ダメージもらっちゃうんだけど、まあでも経験値7ぐらい、ドラゴンより経験値7ぐらい多いんだったら、7か5ぐらい多いんだったら無理して戦った方がいいな。ドラゴンも結構こっちの HP 減らされちゃうもんな、強いから。さあ、キラリカント、うわー、かわされた。2回はまずいでしょう。一回逃げようか。キラリカントも結構攻撃力高いからな。さあ、キラリカントさん、リベンジ。今度は1回だった。OK。さあ、ドラゴン。せめて今日の放送で1個レベル上げときたいな。OK。さあ、大魔道。行くぞ。開始。74ポイント。切った。開始も結構ダメージ。の、相手に与えるダメージの量結構変わるね。55ぐらいの時もあるし、75の時もあるし、同じ大魔道でも。同じレベルでも。結構幅があるな。17。あ、でもいや、炎2回だからいい。オッケー、ようやく来た。レベル上がった。レベル16ね。力が4ポイント、素早さ6ポイント、最大 HP6 ポイント。ただ HP は92になったね。で、あ、MP が、お、おい、最大 MP21 ポイントも上がったの？え？そんな上げてくれんの？でも呪文が覚えない。ベホエミまだ覚えないんか。ベホエミお願いしますよ。ベホエミまだ覚えないの？92だっけ？もう一回ぐらいやるか、じゃあ。
次の位置を経験値聞こう。次のレベルまでね。あなたがレベル、3981か。まあまあだな。方角はもう大丈夫です。ロトの紋章を取ったんでね。じゃあちょっと、まあラタトーム帰りながら、ちょっとメタルスライム出てくるか、ちょっとやろう。やってダメなら竜王の城で経験値稼ぐかな。MP86 なら21もアップしたもんな、MP。すごい、レベル1個上がったけど MP21 も上がるとか。助かる。さあ、スターキメラはマゴトン。だいぶスターキメラからのダメージも減ったね。レベルアップしたから。さあ、またスター決める。マホト。オッケー。スターキメラのダメからのダメージあんまり変わんないからレベル1個上がったけど。20ぐらい食らうの？食らうときは。さっきこの辺だったら メタルスライムで。キメラとかルーラーで帰ってもいいから、キメラの翼で。この右の沼地の方やるか。沼地の方でも確かメタルスライム出たような気がするな。記憶だと違ったかな。まあ今ロトの鎧着てるから沼地の毒も食らわないからね。ゲイニータン倒した。いいね。もう一回やるか。完璧に回復しよう。OK。3歩連続で敵ができたけど。さあ、魔法飛んで封じ込めていく。ケペホイミは効きませんよと。結構スターキメラも2ターンで倒せる時が多くなってきたな。先制された。まあ、ほとんど。OK、効いた。
ドラゴン。ドラゴソさんが来た。ドラゴソさん。いいね。炎いいよ。炎はダメージ少ないからいいよ。46。あ、あと26、24ぐらいかと。あ、これダメか。お、池田さんたんで。もう一回ぐらい戦闘したら終わりだな、多分。ルーラーの分があるから。これで。とりあえずラーだと戻って、竜王の城で、やった方がいいかな。経験値上げ、どうだろう。やっぱまだここの方がいいかな。微妙だな。悩む。あ、でもな、竜王の城は結構、戻るの大変だからな。どこでレベル上げしよう。あ、ここ、この辺がいいのかな。メリケド変えるかな。俺こっちから来ないからな。こっちも確かメリケド繋がってた気がする。裏の騎士がやったらそれは。マホトン。一体倒しちゃおう。チャレンジしてみるか。最後、竜王チャレンジしてみるか、今日ね。残り25分なんで、最後、竜王チャレンジしてみよう。またたどり着けるかどうかね。竜王まで。どんどん逃げてって運が良ければいけると思うんだけど。ってことは別にメルキド変える必要ないんだな。ただルーラーが MP7 必要だから、もう使えないよね、多分ね。だよね。だから、キメラで変えるか。一応キメラ買っといて、で、レベルアップしたんで、復活の呪文聞いて、竜王ね、チャレンジしてみるか、一回。なんとかいけるかもしれんな。竜王のとこまでは。買いに来た。キメラの翼、ここ売ってなかったっけ。まあ、いいやじゃん。まあ、最悪やられて戻ってくれいいからね、そしたら。血を回復して、寝て、行きましょう。で、さあ復活の呪文聞いていきますよ。さあ王大王、よくぞ無事で戻ってきた。わしはとても嬉しいぞ。その他が次のレベルになるにはあと3448ポイントの経験が必要じゃ。その他に復活の呪文を教えよう。よし、保存成功。これを書き留めておくのだぞと。ではまた会おう、勇者大王よ。OK。さて、今日ラストに行ってみましょう、竜王。今日倒せればいいけどな。
まさかね、16で倒せるほど甘くなかったと思うんだけど。MP 温存作戦ね。なるべく余計なところでレミーラも使わずに。さて行ってみましょう。どこでやられちゃうか、竜王までたどり着けんのか。もう道順は分かったんでね。ちゃんと映ってるよね。潜った？動かなくなった。止めたら動かなくなった。え？止めたら動かないぞ。なんだなんだなんだ。びっくりした。もう急に動かなくなってびっくりした。まあ、復活の呪文聞いたばっかりだからいいけどさ、急に動かなくなってコントローラーが。びっくりした。悪魔の騎士に行きます。 OK。 さあスタッキュラーも行きます。 OK。 さあもう一匹スターキュラー逃げます。 OK。 キラリカントも逃げたい。逃げる。 OK。 ちょっと敵でいっぱい出てくるな。まあさすがにこんな連続では逃げらんないよね。やめて。多分ベホイミ覚えてないから、まあ竜王戦多分ホイミで回復とかほぼできないが、薬草とか竜って誰を聞くんかな。少しはごく稀に聞くのかな。また先生される。寝てる。寝てる。起きた。逃げられない。相当減ったらもう MP30 減ったけど、ちょっと減りすぎたな。ここで階段、あとここからお願いします。ここから空気読んでください。お願いします。さあぐるっと回って下の方に向かっていく。地下1階ね。敵多いな。 OK でも OK。 OK。
で、地下2階。ここでレミラ使っとくか。で、階段。地下3階。で、これ、左下だったね。こっちだったね。こっち行って。次が、左側ね。左遷された。先制された下ありほう。あ、これは大変。起きて。起きて、お願いします。起きてね。起きてね。起きた。オッケー。あ、だめ、危ない。キスドラゴン。この辺が大変。よし。上でいいんだっけ？こっちかでもいいか。こっちね。こっちだね。竜王の方はこっち。さあ、ストーンマン先生。ストーンマン先生、空気読んでください。よし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 。ここ長いんだよね、この、外ね、くるっと行くの。空気読んでくださいね。先生、ありがとう。階段。はい。先生、空気を読んでください。お願いしますよ。ダメ。満タンで行くしかないね、これな。まあ、初挑戦しましたいな、竜王にとりあえず。まあ、一歩で。しかも、先制されんの。ベゲラマ違う。よし。打撃はいいよ。オッケー。さあ、二回目来ました。いいよ、大魔導はいいよ。強いからね。お願いします。空気読んで。オッケー。危険すぎる。ダメ。ダメ。ダメ。お願いしますよ。逃がしてくださいよ。ダメ。危ない。たぁ。お前、MP なくなんじゃないこれ。まあ、理由をとりあえずチャレンジしてみよう。どんだけダメージ食らうかね。それだけチェックしてたな。もう負けるのは確実だもん、これ。まあ、薬草使い切っていったとしてもきついもんね。あれ、こっちなかったっけ？右か。トンマン先生、空気読んでください。空気読んで。読んで、空気を。さっきまでめちゃくちゃ空気読んでくれたよ。いいよ、いいよ。OK。お願いします。よっと先生はまずいよ。これはあなた攻撃力強いから。ほら、待って待って待って。ちょっと今ので連続はダメよ。ダメ。やめて。やめて。それき、このラレホ効きそう。やめて。だよね。効きそうな感じがした。なんかそんな感じがした。
ッケー。逃がして。逃がして。うわ、ダメで、やめで、やめてくれー、やめてくれー。起きないかな。起きないよね。そんな気がした。ダメか。あと、もうちょっとだったな。もう一回だけチャレンジしてみるか。どこまでいけるか。今は結構いいとこまで頑張ってる。薬草買ってもう一回チャレンジしてみよう。今10分ちょっといったから、もう一回チャレンジできるでしょ。ちょっと、どんだけダメージ食らっちゃうのかね。チェックしつつ。多分、ベホイ見ないと勝てなさそうだけど。薬草買い足して、薬草今3つ使って、薬草買い足して、もう一回だけチャレンジしよう。ビブレキュームプ。ね。いけなかった。惜しかったね。ここじゃない、宿屋じゃない、話してた。もうちょっとでね、いけるかなと思った。惜しかった。買いに来た。薬草。薬草3つね。OK。もう薬草買えないよね。それ以上薬草は持てませんが、と。よし。もう一回ね。ワンモアチャンスだよ、ワンモアチャンスね。リベンジしていこう。さあ、今日のね、ラストトライ。ラストトライいきますよ。まあいいとこまで行ったんだけど、やっぱ厳しいな。やっぱりレベル19、21ぐらいまで行かないと多分きつそうだな。しばらくはレベル上げかな。敵あんまり出てこなくなったの。この辺の敵に対しては自分がだいぶ強くなったからか。たまたまだね。この辺敵いっぱい出るな。この橋の虹の架け橋の周りやっぱ出るな敵な。というエンカウント逃げらんない。逃げるよ。すごいな。7、8体出てるな、ここだけで。すごいエンカウント。まだ来る。
結構食らってる。じゃあ、ははは。しかも先制されるという。魔物たちが本気を出してきた。もうここでホイミ使うとはまさか。ここでホイミとは思わなかったな。あとは歩いて回復させよう、頑張って。まだ一回はなんとかなるでしょう。一歩歩いてきちゃうのはちょっときついね。逃げ大事です。一発で逃げ成功するの大事だよ。お願いします。はい、階段。はい、暗いからレミーラ、明るくする。で、くるっていきます。さあ、ドラゴンも逃げたい。OK。最初のこの、地下1階から2階に行くとこが一番長いよね。ルート的には。まあ、敵がそんなに強くないからまだいいんだけど。うわぁ、ダメ、逃げられない。もう1階しとくか。OK、満タン。いや、逃げらんないな。やめてー、やめてー。魔物たち本気出さないで、逃げらんない。そして厳しいな、これは。あー、2回使うか。1回、いや、逃げれる。逃げれると信じる。さあ、地下2階。逃げるよ、逃げる。よし、もう HP は回復だな。違う、ここじゃない。ストーンマン、空気読んで。おいえ。おいえ。はい。そこで来る。はい。はい。OK。浮いて。ダメか。いいよ、炎いいよ。OK。歩く。で、左。階段。まあ、あとはそのまま。お願いします。起きて、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 起きてー。ダメだ、これ次回だね。次回頑張りましょう。ダメか、やっぱり。さっき聞いたよね。一応もう今日最後聞くか、復活の呪文ね。さ、仕方のないやつだな、お前にもう一度機会を与えよう。戦いで傷ついた時は、町に戻り宿屋に泊まって傷を回復させるのだぞ。再びこのようなことが起こらぬことをわしは祈っている。さあ、最後ね、復活の呪文聞いて終わりましょう。あ、
OK。さあ、保存できたんでね。ではまた会おうと。さあ、ではね、皆さんまた会いましょう。また次回ね。頑張ろう。まあ、レベル上げしてもいいな、次回もな。やっぱり17、18、19。3つぐらい上げればね、だいぶ、竜王には届くと思うんでね、到達すると思うんで。まあ、次回頑張りましょう。ということでね、終わります、今日は。さて。さあ、ではね、あといつもの告知です。一つは今、ニコ生とツイッチと同時に放送していて、と、ツイッチの方が少し画質がいいのと、滑らかに動くようになってるんで、もし綺麗な映像を見たい人は、ツイッチの方も見てみてください。ツイッチの URL はツイッターのトップに貼ってあります。で、特にニコ生は一般会員だと混雑時とか画質落とされちゃうんで、ツイッチであれば回線とギガが許す限りは高画質で見れるんでね。もしよければ見てみてください。あと、録画はニコ生とツイッチ両方残してあって、ツイッチで流したのと同じものを YouTube にも録画、アーカイブとして残してあるんで、まあ、それぞれね、見やすいサイトで見てみてください。で、古い実況の動画とかは、ツイッチと YouTube にしか残ってないんで、ね、ニコ生は10日ぐらいしかアーカイブ残らないんでね。まあ、古いのはそっちで見てみてください。あとは、放送のスケジュールは水曜日以外はやる予定になってるんだけど、かなり最近ね、休みが多いんで、水曜日以外の休みはちらほらあるので、まあ、その日放送があるかどうか、これもツイッター見るとわかるようにしてます。で、その日放送があれば、早くて当日のお昼過ぎか、遅くても放送の1時間前には、ニコ生で予約をしたっていうツイートをするんで、それがあればその後、休養がない限りはその日放送があるので、目安として使ってみてください。あとは良ければニコ生のコミュニティ参加とツイッチのチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、次回もレベル上げしつつ、まあ竜王にもう一回ね、何回か挑戦してみたいなと思います。ね、まあやっぱりラスボスだけあってそう簡単にはいかないね。頑張りましょう。ということで、お疲れ様でした。ではまた会おう。ということでね、お疲れ様でした。さあ最後ね、エンディングです。